の古墳大きいよな、双子山古墳。次どう行けばいいんだろう。こっちにもあったんだっけかな、この上。この上にもあったような気がするんだよ、もう一つ。それでこっち側にこう、一つ、二つ、三つかな、あそこで。あそこに、なんだ、正成を止めたので。こんちがこう来たのか、その手前の方から入って、だからもう一つこっちにあるんですね。そっちの道路の向こう側にも小さいのがたくさんあるらしいですけどね。そこにもある。そこの古墳はあの内原方式ですよ。登れちゃう。内原って水戸ですけど、水戸も行ってみますか。ブログに書きましたけど、また内原にもちっちゃいのあるんじゃない、たくさん。これは愛宕山、愛宕山古墳。博物館、あ、この今古墳にはたくさんこれ書いてありますけど、これおそらくあの道路の向こう側ですね。今日は全部行かないですけど、この区画っていうのも変だけど、住宅地じゃないから、この区画にある5つだけ行って、近所だったらこれ回るの面白いですけどね。たくさんあるから、これこう、この道でこう来たんですよね。ここかな。そうだ、これが川だから、ここにあのなんだ、茂み温泉っていうのがあって、こう来たんですよね。こっちからこうずーっと行田市の市内からこう来て、でこの道こう来て、ここら辺に止めたんですよね、バイクで。この敷地、この敷地で一つ二つ三つ4つ、5つ、あと道路のこっち側にもこうたくさん、あともっとこうなんかちっちゃいのはあるんですけどね、回れないから、とりあえずこっちの愛宕山、これ行ってみますか。こっち行ってみるか。これこう急いで早歩きで、1つ2つ3つ4つ5つ、いやこれだけにしますか。とりあえずこっちは、こっちはまた後で来て、カブトみたいなあれですね、時間があればまた来ましょう。こっちは後でにして、とりあえずこっちの道路のこっち側だけにしますか。愛宕山、まっすぐ行って左側にあるんですね、左側。普通の
お墓があります。普通の墓が映っちゃったら人の名前が書いてあるから。さっきのトイレに寄ったとこに来るんだ。さっきトイレに来た時の駐車場ですね。なるほど、自動車の人はこっちの手前の道の駅元木かなと思ってた。さっきあそこでちょっとトイレ寄ったんですね。だから自動車で来た人はこっちに止めればいいんですね。バイクでもいいけど。なるほど。あの木が埋まってるとこがそうですね。おそらく小さくなってるから。小さくっていうか小高く。ああいう感じの古墳は小さい時、あの水戸に近所にありましたけど、潰して建物平気で建ててましたね。博物館っていうのはあの信号の向こうにもあるんですね。だから今日は道路のこっち側にして、また後で行きますよ。何回か来るっていうのが面白いんですよね。一回じゃなくてちまちま来るっていうの。愛宕山、形はこの、あ、そう、前方後円墳ですね。53メートルですね。先ほどのは100何メートルとかってありましたから、埼玉古墳群の中でも最も小さな、この古墳群の中でも小さいあれなんだっていう。最小ではありますが、他の前方後円墳と同じく周囲には長方形の堀が20に巡ることが発掘調査により確認されました。墳丘内部は未調査。大体同じようなこと書いてありますね。噴出したものは円筒派には人物、太刀、盾、絹傘、婦人の傘、絹傘だなどを表現した継承派庭があります。これはこの古墳の中でも、古墳群の中でも小さいあれらしいですね。形になってますよね、こうね。形になってますよ。Google 先生で見ると結構わかるんですけど、形になってますよね。これあの、なんとなく畑のように見えるんですけど、これ発掘作業してこういうふうにあれするんですよ、これ、ね。発掘作業の専門家が。あれすると、なんか、これは何だ、お寺か、お寺さん。そっちはお寺さんの駐車場が入っちゃうのかな。近く行けるから、行ってみようか。だから登れないですからね。行けるって言えば行きますけど。道が作ってないところは、登るべきではない、こういう史跡は。古墳を大切に
こういう風になってて、発掘作業をすると向こう側の、あの畑のような田んぼのようなあんな感じになるんでしょうね。あそこにもあるのか、一つこれもおそらくそうですよ。こういうのこれもこういうふうですよ。本群の中にあるお寺さん、本群の中にある、ああいうちっちゃいあれがすべてあれです。古墳です。発掘作業をしてあれするとこんな感じ。こっち側もやるんじゃないかなと思いますけど、これはこれで水を張ってもいいけど、水張っちゃうと今度こっちの本体が崩れちゃうような気もするから難しいですね。埼玉史跡博物館、博物館はまた今度にしましょう。今日はこっちの区画だけ、将軍さん古墳展示館、展示館と博物館は別なんですね。今日はお散歩ということで歩くだけです。そこに死体もどきがありますね。死体もどきっていうか振りかですね。公園案内図、埼玉県名発祥、埼玉県名発祥の地、パンフレット中に入ってんのかな、これ入ってなかった。一票を光の場所だって、松平家だから松平家の殿様のあれなのかな、まあ、徳川家って言ってもおかしくないですけど、徳川を名乗るまた別個の前の旧藩時代の大名の数274藩が10万石以上は50余りのみ、井伊六郎、松平、下総の神、下六家、外って書いてあるのかな、あれちょっと見えないな、外だと思うね。御三家下が100万石により上位なり、初代忠明忠明、初代忠明公は家康の外孫、うんねと書いてありますね。大阪城主として大阪復興にあたり、
後に姫路城主。姫路行ったな、姫路。姫路城。あそこの下の公園で寝ただけですけど、正成号で、あそこの広島行った帰りですけど、あそこも見たいなと思ってるんですけどね、なかなか経費も時間もかかるので、今の状況じゃ難しいですよ。松平家なんだな、おそらく。松平家の墓所は、行田市の文化財の指定を受けて、木下六方っていうのかな、目下六方、木下六方にしておこう。檀家のご協力。松平家なんですね、おそらく。徳川さん家ですよ。行田、まあそこの忍城っつったかな、忍びかな、あそこの城のありゃが結構、まあ城自体は城主はコロコロ変わりますけど、時代によっていろいろな人があれしてますよね。まあもっとも松平さんって言ってるんだから、江戸時代とか、まあそのちょっと前くらいですよね。武田信玄の、戦国時代になってくると、まあ当然、もっと古い、楠木正成とかそういう時代になってくれば、松平さんの時代じゃないから、あれですけど、血が上昇っていうのは、その前にここに城があったかどうかもちょっとまだわからないですけど、まあ、城は政治と同じだから、政治そのものだから、まあ、その時によって変わりますよ。祭り事だから。今2つ行ったからあと3つ。面白いな、ここ。